沖縄の海、離島も含めた時の水の透明度っていうのはすごいですし、やんばるの森に代表される森資源がやっぱりすごい。ハワイのようにですね、独自の音楽と独自の食事があるわけですよ。空港に行ったらかけてまでのレイとか、あんな観光用に開発しましたからね。あとはフラダンス、あれも観光用にちゃんとブラッシュアップして開発してますし、空港からホテルに行くまでの海岸線走った時にはパームスリーがブワーってなって、あれも全部考えられてますし、この間菅さんこの番組ゲスト来てくれたじゃないですか、まあ、一番実は大きかったことって観光業。そうです。ポテンシャルといえばもう沖縄に勝るものはないですよね。なんかメガネっ子の中学生の女の子みたいな感じです。ポテンシャル高いけど気づかれてない。そう、もうハワイなんか整形手術までしてんじゃねえかっていうぐらい。森岡さんは沖縄の観光振興を手掛けてると思うんですけども、はい、沖縄はこのアジアのハワイとおっしゃっていますが、まずどういった部分にポテンシャルを感じているのかご説明いただけますでしょうか。アジアのハワイのようになれるって申し上げてて、実はハワイよりも有利です、はい、なるほどね。簡単に言うとビジネスの時に証券の大きさが一番大事なんですけども、はい、沖縄の周りに3時間4時間の輪を移動距離の輪を引いた時にはアジアの 大まかな大都市がほとんど入ってくるんですよね、はい、でこの人口の中に3億人近い人口がいる。でハワイは反面そんだけの距離書いても魚とイルカしかいないので、ハワイに行こうと思ったら8時間10時間飛んでいかないとあかんわけですよ。でそれだけ遠いところから人を呼ばなきゃいけないハワイよりも沖縄の方がお客さんを呼ぶのはめちゃくちゃ簡単であるということ。もう一つはその人口圏が経済発展めちゃくちゃしてるんで、これから30万40万円払って海外旅行できる人はどんどん増えてくるんです。でこういう成長市場である、しかもでかいっていうところの、このアジアの中心に実は沖縄はあって非常に有利であるということと、あとは自然資源がめちゃめちゃ素晴らしいですよね。沖縄の海、離島も含めた時の水の透明度っていうのはすごいですし、世界遺産登録してからですね、これから本腰を入れてプロモーションしていかないといけないと思ってますけど、やんばるの森に代表される森資源がやっぱりすごい。でこういうものがまだ活用されてないのもありますんで、この自然資源がすごいのと、あとはハワイのようにですね、独自の音楽と独自の食事があるわけですよ。総合的に考えて、あと日本のエキゾチックな日本文化の入り口にもなってるわけですよね。というわけで海外から見た時も、日本国内から見た時もエキゾチックなポテンシャルを持った、島である。今の入島者数がちょうどハワイで大体並んでたんですけどね、コロナ前に。あれ並んでるぐらいじゃないんですよ、もっと3倍4倍来てて当たり前。もっと空港のインフラも増やさなあかんですし、クルーズ船がもっともっと入れるようにならなきゃいけないですし、インフラに比例して伸びていく需要で、日本の国内にあって南国リゾートの需要が取れるのはほぼ沖縄だけなので、日本のために沖縄はもっと発展していただきたいと思ったんですね。なんで逆に言うとこれまでやってなかったんですかねっていうのは、まあ日本全体に言える話ですけど、ね、いや要するに統合作戦を取らないといけないんですね。その沖縄っていうこの4文字漢字なら2文字、これに紐づいてる人が想像するもの、これはあのブランディングの話なんですけど、一定のイメージを作らないと沖縄ブランドできないんですよね。でハワイがあのハワイになるために何をやったかですよ。空港に行ったらかけてまでのレイとか、あんな観光用に開発しましたからね。あとはフラダンス、フラダンスはもう原型はあったんですよ。でもあの観光客で真似できるかのような、あの感じ、僕には真似できませんけど、あれも観光用にちゃんとブラッシュアップして開発してますし、ハワイあんな料理っていうのも観光客用に開発してますし、あと海岸線ですよね、はい、空港からホテルに行くまでの海岸線走った時にはパームスリーがブワーってなって青い海でこう燃えるじゃないですか。あれも全部考えられてますし、高級ブティックのショッピングからすごく雑多な買い物楽しめるところまでいっぱいあって、ナイトライフも楽しめて、これ全部があって、非日常の解放ってハワイが記号化してるんです、人の頭の中で。あリラックスしたいな、あちょっともう現代社会でしんどかったから、もうちょっと脱出したいなって思った時に、このバッチリハマるハワイのイメージを、これアメリカ人は戦略立てて1950年60年から手をつけてやって半世紀経って今のハワイになった。日本は沖縄っていうものに対してちゃんとブランディングをするためにもっともっとできなきゃいけない。堀さんおっしゃったように、なんでやってなかったんでしょうねって、ここでいろんな努力をしてるんですけど、発信力って最終的な絵から逆算してやらないと、なかなか統合してうまく人の頭の中に一定のイメージは作れないですね。一つの考え方として、日本の戦略として、もしかしたら観光業は日本一の産業になるかもしれないって思っているんです。今ポテンシャルで言うと、はい、この間菅さんこの番組ゲスト来てくれたじゃないですか、はいはいはい、彼のやったことみたいなのの一つに、まあ、一番実は大きかったことって観光業、そうです、インバウンドを成功させたことっていうのは
一つの実績として挙げられてましたけど、彼が安倍政権の時に官房長官で役所の縦割り行政を解消してインバウンドを3000万人に持っていったわけですよ。でコロナ前には3000万人超えてたわけですけど、3000万人の観光客が外国から来るって相当な経済効果じゃないですか。そうですね。これって10兆円とか超えてんじゃないですか多分。そういう形で言うともう50兆とか下手すると100兆ぐらいまでいっちゃうかもしれないぐらいのマーケットだと思っていて、それに関して言うとコロナ前に戻ってさらにそこを集中的に、今まだやれてないことがあって、やっぱり日本を、まあ、沖縄もそうですけど海外に全くマーケティングしてないですよ。おっしゃる。してないですよね。あれ。してないですよね。頑張られてるけれども私の目から見たらまだできてない。逆に言うとやる余地がたくさんあってまだ伸びると思いますね。うん、いろんな観光地行って思ったことなんだけど、ポテンシャルといえばもう沖縄に勝るものはないですよね。南国リゾート系っていうマーケットで行くと多分素材はピカイチ、なんかメガネっ子の中学生の女の子みたいな感じです。わかります。ポテンシャル高いけど気づかれてないです。そう、まさになんかメガネ外してコンタクトにしてファッション髪型メイク超可愛いみたいな、ね、ちょっと頑張ってめっちゃ可愛いじゃんみたいな。でもそんな感じです。僕の例えで言うとそんな感じで、もうハワイなんかバッチバチに整形手術までしてんじゃねえかっていうぐらい。いやいや、まあちょっと例えがいいかどうかわからないけど、本当にそれぐらいやってますよ。